連日、まあ、その熱血指導も阿部監督から受けているという秋広。初球から打っていた三遊間、長野はどうするか、回った、サードを回った、先制点はジャイアンツ、秋広のバットから。ここまでなかなか思うような結果が出ていなかった秋広、第一打席からヒットを打ちました。今のは反対方向でしたが、いかがでしょう。そうですね、すごいいい当たりというわけではないんですけどね、まあ、飛んだコースは良かったんですけども、まあ、あのやっぱりまっすぐ積極的に行きましたよね。広く空いていたその三遊間、秋広が打っていきました。そして長野もサードベースを回って先制のホームを踏みました。はい、作戦は組めますもんね。あ、この辺り引っ張って一、二塁間抜けた。吉川はどうするか、三塁を回った、秋広に今日2本目のタイムリーヒット。台湾で躍動しています。いや、引っ張ってなおかつタイムリーヒットになりました。最高の内容ですよね。あの、まあ、初めてのピッチャーでも難しいのは難しいかもしれませんけども、はい、初球なんかもそうじゃないですか。初球なんか僕遅れてるような気がしたので、え、ここは引っ張ってほしいなと思ってそういう話をしたんですけども、もう今の最高の結果ですよね。あのインコースのボールもちょっとこう腕を畳みながら、はい、ライト前に持っていきました秋広です。これも引っ張ってセンターの前に落としました。今日3打点、秋広のバットが止まりません。3安打猛打賞秋広。今のはセンター方向でしたが、ね、ちょっと詰まり気味と思うんですけどもね、はい、あと僕左ピッチャーから逆球です ね、インコースいいところですね。左ピッチャーから打ったっていうところがね、値打ちがあると思うんですよね。そうですね、はい、今日先発ピッチャーのカルカ・マッカルチも左ピッチャーの内容を振り返っていきたいと思います。まず1本目、この反対方向ですよね、はい、打順が今日9番になりましたが、いきなり結果、そして第2打席目は引っ張っていった、見事でしたね、内角のボールうまく腕を畳んで、そして3つ目のタイムリーセンター方向、レフトへライトへセンター